ふっくら焼き上がった極上うなぎ。今宵は知る人ぞ知る名店の味。この番組は中部電力の提供でお送りします。舞台は菊川市。私にとっては隠れ家的なお店で、本当は教えたくないんだけど、行きつけにしているのが魚しげ。あー、やっぱり落ち着く。時間がね、ゆったりしているんですよ。ん？どうやらもうすぐかな。国産のうなぎを使用させていただいております。タレの方は静岡市の老舗穴子屋からの受け継いだタレを使用しております。それではいただきましょう。魚しげのうな重、身はふっくら柔らか、お箸がスーッと入ります。油の乗り具合も格別。ご飯に染みたタレが相まって、ご飯、うなぎ、うなぎ、ご飯の無限ループ。いやー、美味しかった。最後の一粒がなんて名残惜しいことよ。